そして JAXA の大西拓也宇宙飛行士です。同じく今回初めての宇宙飛行、2009年 JAXA により国際宇宙ステーションに搭乗する日本人宇宙飛行士の候補生として選抜され、2013年に航海の長期滞在ミッションに任命されました。期待は大きいですよ、無事に行ってここで拍手したいですね。今この瞬間、私はまさにソユーズ宇宙船の中に座っていて、打ち上げの時を待っているはずなんですけれども、その時自分がどんな心境でいるのか、今からすごく楽しみにしています。これから国際宇宙ステーションまで行って長期滞在を見事に成功させて無事に帰っていきたいと思います。これからも応援どうぞよろしくお願いします。あと1分弱です。ソユーズは内部電源に切り替えました。自動打ち上げが打ち上げ1分前になりました。8 4 5 4 3 2 1 0、打ち上げです。エンジンが最大出力です。933の水力で4つのブースター、エンジンは1機です。現在ソユーズは時速3300マイルで飛行しています。第2弾は通常通り機能しています。そして午後3時50分に国際宇宙ステーションに入室し、およそとても感動的でしたね。もう素晴らしく、この涙が出ちゃった。そうですね、自分のミッションをね、きちんとこなしていただいて、無事帰還していただいてね、健康で帰ってきていただければ嬉しいかなと思いますね。頑張ってください。大西宇宙飛行士たちを乗せた宇宙船は、地球の周りにあるその軌道を34周しまして、国際宇宙ステーション ISS にドッキングをいたします。またドッキングなんですけども、時間をかけていきますので、今週の土曜日9日13時14分、そのあたりを予定しております。9日の日もここ筑波宇宙センターのスペースドームにてパブリックビューイング実施する予定です。ぜひまたこの会場に来て、皆様からの応援をいただいて、一緒に応援していきたいというふうに思っております。